この時間は横浜 F マリノス対横浜、こちらをご覧いただきます。ビレッジロードで行われる本日のゲームです。コンディションはこちら現在曇っているんですが、後雨という予報になっています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね、はい、やはりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる、そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいということですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんですか。まあ、4-3-3 の中盤の3ですよね、はい、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、これ機能しないとそのツリーラインということは保てなくなりますから、はい、中盤が大事になってきますよね、うん、まずファーストハーフ見ていきましょう。横浜 F マリノス対横浜、エキシビションマッチが始まりました。サイド紹介です。左から右に F マリノス、画面右側が横浜となります。マルコス・ジュニオール、ここで前を向けるか、絶好の位置で受ける、エフマリノス先制。中川、相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういうゴールが生まれましたよね。さあ F マリノス、今日先制はこの早い時間でした。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ね、このまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。中川、さあマルコス・ジュニオール、裏へのスルーパスいけるか、どうだ。横浜、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。チャンスを演出できるか、荻原、絶好の位置。さあどうする。さあ左へ預けて、ここは間合いを取る。さあ中はいる、どうする。荻原シュート、止めた、こぼれた、弾いたボール、オフサイドになります。立ち上がりから行くぞっていう感じが出てますよね。序盤から非常に楽しめそうな試合の入りになりましたね。チャレンジはしません。後ろに流す、イノハ、左サイドのドリブル、高橋、サイドを使います。ここで丁寧にボールを扱う、ここで収まる、シュート、決まった、追いついた、
いやこれは北澤さんすごいな、これは。いやなかなか動きますよね。やられたらやり返すですよね。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。渡辺ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、それがゴールを生み出しましたよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。よく取り返しましたね。このままいけば流れ変わりますね。はい、小池マルコスジュニオールから緩いフィードボール、このクリアボール次へつなげたい。マリノスが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。イノハから長いボール縦へ。スタジアムの上雨雲が出てきましたね。すでに降り始めているようです。あ、降ってますね。降り始めはボールが走りやすくなるのでコントロールには注意が必要ですよね。中川ここは対応します。右サイド上がっていく、裏を狙っていきます。この位置で受ける、中は枚数います。木田へ、荻原、マルコスジュニオールへ、さあシュート。いやーこのシュートは外れました。イノハから縦へのボール、裏のスペースを狙う、いいボールでしょ。これ仕掛けるか、中川危ないところでしたがなんとか切り抜けます。高橋、抜けてくる、クロス、防いだ、押し込むか、いやよくこれ守りましたよね。まあ、位置が良かったんでしょうけども気迫を感じましたね。マルコスジュニオール、さあ右へ預けて、ナギーニョ、激しいボールの奪い合い、組み立てていきます。イノハ、ナギーニョ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。和田、一人で持っていけるか、左側上がる、チャンスを演出できるか、シュート、勝ち越し、エグマリノス。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。中川今日2点目のゴールです。さあ F マリノス1点をリードしてリスタート。
高橋からのスルーパスをカットしました。マリノスが最終ラインまでボールを下げる。小池、マルコス・ジュニオールへスペースを狙った。中川へのボール、いい形じゃないですか。このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。エウベル打った。ボールが上がる。横浜ここクリアで難を逃れます。小川、高橋、前半29分が過ぎました。高橋、畑中、マルコス・ジュニオールへ、マルコス・ジュニオールへ、エウベル、マルコス・ジュニオールへ、マルコス・ジュニオールからのパス、また中央へ、マルコス・ジュニオールへ、マルコス・ジュニオールへ、木田へ、さあ中川、クロスが入る。高橋、ここはすぐ奪い返します。横浜、横浜少し消極的に見えます。高橋、長いボール縦へ、マルコス・ジュニオールからこのフィードパス、コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあ F マリノス、リードを2点に広げてリスタート。 F マリノスとしては監督が描いたイメージ通りに今日は進んでいると思いますね、はい、この後のプレーがだいぶ楽になると思いますけどもね。そうですね、ふわっと裏を狙う。これは合わせたかったですよね。マルコス・ジュニオール、エウベル、マルコス・ジュニオールへ、いや、あの位置からのシュートですからね。ファインセーブですね。縦へのボール、マギーニョ、裏へ出るか。中川、このボールに触ります。大木原、
ロングフィードで狙う。チャンスになる。小川。高橋マギーニ、小川へクロス、ヘディング、マルコス・ジュニオールへ、マルコス・ジュニオールへサイドへ、マルコス・ジュニオールへ、小池、マルコス・ジュニオールへ。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。 F ・マリノス着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。しっかり追加点を挙げることができましたし、いい内容の前半だったと思いますよ。横浜 F ・マリノス対横浜、マリノスが前半終わって3対1リードして折り返します。さあ後半キックオフ、高橋、サイドチェンジ、このパスを受けて小川、大木原、マルコス・ジュニオールへ、中川。どうせなら北澤さん、ハットトリックみたいですよね。そうですね、まだ時間もありますからいけるんじゃないでしょうかね。あるんでしょうか、期待したいですね。ゆるく狙ったボール、ジアゴ・マルチンス、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。F ・マリノスはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。ふわっとしたボール、このクリアボール次へつなげたい。どうやるか、クロスを選択、危ない、高橋、右サイドへ振って、スルーパス、中川、木田へ、小池、マルコス・ジュニオールへ、もう一つ前に行きたい。さあどうする、大木原、この柔らかいパス、これを拾いたい横浜。キーパーから前線へ、サイドを使います、高橋からアーチのようなパス、井ノ原、パスをつなぎます、高橋からのフィードボール、ちょっと小さい。仕掛けるタイミングを図る、中人数揃っている、
どうする、チャンス、チャンスを演出できるか、さあどこに出してくる、マルコス・ジュニオール、小池、中川、本日2ゴール、さあハットトリックまであと1点です。仕掛けるか、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。Fバリドスとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。高橋、裏へ届くか、中川、F マリノス奪い返します。ボールを下げてリズムを作るか、小池、中川へ、さあ右サイドから上がっていく、クロスを選択、キーパー触る、渡辺に渡る、渡辺サイドを使う、このクリアボール拾いたい、ディフェンスをものともしません、撫でるようなボールタッチ、中川、ここは競り勝ちます。これ取らないですか、レフリー、パスでつないで攻め込んでいきます。 F マリノス、小川、ここは奪います。組み立てながら攻め上がっていく、渡辺、渡辺、これは素晴らしい反応でした。いや、キーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。渡辺、ミドルシュートを打っていきました。木田、チャレンジはしません、後ろに流す、小池、いいプレッシャー、ドリブルですね、左サイド上がっていく、上げる、頭だ、決めた、さあこのゴールであと1点というところまで来ました。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックですよね。渡辺、今日2点目です。さあ、あと1点です。横浜、小池、パースをつなげます、荻原、マルコス・ジュニオールへ、小池、素早いパスで攻め上がっていきます。 F マリノスボール、マリノスがここで選手を変えるようです。エウベル、いけるか、さあどうする、シュート、決めたい、中で味方の選手が待っている。まあクリアが精一杯ですよね。一旦前を取る、枚数いる、中につなぎたい、中央、ここを拾って次につなげたい、横浜、
横浜がこの時間帯中央の守備をがっちり固めているという印象ですが、どうご覧になりますか。いや、クロスからの攻撃を警戒してますよね。しかしゴール前をがっちり固められると一見攻略するのが難しそうなんですが、北澤さん、こういった場合どういう攻め方が効果的なんでしょうか。まあ方法はいくつかありますけども、例えば遠目から積極的にシュートを狙ってみるとか、サイドから浮き球ではなくマイナス気味に折り返すとか、そういった工夫が必要だと思いますけどもね、単純なクロスだけでは相手の想定内ですからね。はい、バリエーション、それが問われるところですね。そうですね。フリーキックのチャンスです。直接、これは直接打ってきたところ、ファインセーブです。いい反応を見せましたよね、キーパー。キックも悪くなかったと思いますけども、ここはキーパーの方が一枚上手でしたね。柔らかいボール。打つか？F マリノス、一旦クリアで落ち着かせます。高橋。これはどうだ？渡辺、これは収まりませんでした。積極的ですよね。相手よりもシュート少ないので、そういった意味もあるんでしょうね。いいですよね。F マリノス、立て続けに選手を入れ替えてきます。畑中、大木原、天野、マリノスが最終ラインまでボールを下げる。木田へ、高橋、裏へのスルーパス。いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。小川、ここは競り勝ちます。高橋からのパス、サイドを縦に走らせます。中に入れる、クロスバー、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。中川、奪います。上がっていく右サイド。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じ出てますよね。 F マリノスとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、対面でのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。サイドチェンジ、ボールを下げてリズムを作るか。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。マギーニョ、高橋、つなぎたいところだ。サイドへ、どうだ。高岡、ここは抑えました。和田、エウベル、大木原、小池、木田へ、大きく縦へ、プレスからボールがこぼれる。主審、時計を見ながら長いホイッスル。3対2、F マリノス勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。さあ終わりました。今日は点の取り合いになりましたし、お互いの持ち味を存分に発揮できましたよね。最後まで本当目の離せない白熱した試合でしたね。そうですね、ありがとうございます。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
マリノスが3対2激闘を制しました。